少女歌劇団プロジェクト PR 生配信、はい、どうも、かくれんそくです。お願いします。そしてゲストはロングコートダディの二人、お願いします。やったー、ラブルピース、よろしくお願いします。お願いします。指紋をスキミングしてください、はい、指紋をスキミングしてください、今指紋をスキミングあ、やってください、今指紋をね。指紋スキミングできるんですか？そう、できるんですよ、アプリで。アプリでできないでしょ、これ。ラブルピースとゼロピースということで。え、はい、お願いします、ロングコートダディです。お願いします。ゼロピースということでいいですか？はい、僕はゼロピースです。ロングコートダディ、はい、来てくれました。ドーマイとウサギ、はい、ウサギ、いや、ウサギもういいでしょ。横つくねなんですよ。あ、そうか。いや、もうつくねちゃうから。あれ、もう幼女だから。戻されたんすか？そうやで。え、10月にバリダビやろ。せっかく馴染んできたからもう戻してるから。知らんで。あれ、そうなんですか？誰も知らんね。いつ、どういうタイミングで。誰も知らんの、幼女だね。知らん知らん。なんでもつくねつくね。いや、幼女だから。つくねつくね。今日ラストつくねでいかしてくれ。あ、今日ならラストつくねだ。はい、つくねさんで。みんなつくねやから。お願いします。はい、よろしくお願いします。少女歌劇団のプロジェクトなんですけど、少女歌劇団ご存知ですか？いや、ちょっとね、あんまり詳しい内容知らないんですけど、これはもうぜひ今日知っていただいて。はい。明らかに吉本が力入れてるんで。あ、そうなんですか？明らかです。明らか、もう明らかなんか分かります。もう今日の配信で、まずこちらテーマ、清く明るく麗しくをテーマに、はい、和の美意識を体現する少女たちというコンセプトのもと、うん、これ、はい、関西の専用劇場から発信していくという成長型ライブエンターテイメント。成長型ライブエンターテイメント、そう、成長を見守っていこう少女たちの。あ、なるほど。若い子たちの、そういうことですね。で、和、はい、和の美意識なんでね、やっぱ日本的な大和なでしこみたいな感じの。あれ、落としましたよ、つくねさん。つくね、はじきました。つくね、わかりません。こんな平らなテーブルの上から。つくね、風、俺触ってない。風吹いた。風なことあるよ、見てないです。こんな室内で恥じたでしょ。つくねは頼むよ。関西の専用劇場ということなので、はい、作るんです今から。できるんですよね、新しい劇場が。そう、どこにできるんですか？それはまだ大阪市内、うん、あ、まだ決まってはない。決まってないけど、大阪市内で少女限りだ、専用劇場が。専用すごいですね。確実に力入れてますね。確実よ、うん、はい。なんかのビルのテナントじゃないんやから。もう専用劇場だよ。借りてとかじゃない、使えないということなんですよ、はい。さあ、どんな人たちに来てほしいのか、オーディションの概要をつくねさん。はい、メンバーの募集ですね、12月の31日23時59分59秒までとなっておりまして、はい、ウェブでの応募となっております。応募資格は2019年3月31日時点で満11歳から満17歳までの女性、経験は不問、はい、合格後、うん、指定のスケジュールに従って日常的にレッスンを受けた上で劇場公演に出演できる方、年明けよりオーディションを実施、4月頃にメンバーが決定。日舞、盾、ダンス、歌などのレッスンに励み、夏のデビューを目指します。よく言えました、つくねさん。というわけで、今回のプロジェクトはね、総合演出がね、はい、総合演出の方がね、ゲーム桜大戦や、はい、マシン英雄で渡るというアニメや、はい、天外魔境という RPG とか、はい、そういうのを手掛けたヒロイン王子さんという方が、すごい有名な人、すごい有名な方です、うん、もう二次元界隈では知らない人いないです。すごい、二次元界隈で二次元でヒットを作り続けた方が、はい、三次元の少女歌劇団を作るという。なるほど。いけます。この人手掛けたやつ全部売れてるから、うん、うわすごい。マジ帝国歌劇団ですもんね。帝国歌劇団桜大戦やったら、ね、うわすげえ。でも帝国歌劇団はアニメやから年取らないじゃないですか。はい、まあ、これは少女なんで成長するんです。なるほど。それがエンターテインメントになると。なるほど。リアルタイムで成長するわけです。そりゃそうですよ。すごい。さあ、どうなっていくのかですけれどもね。楽しみですね。ねえ、少女たちということで、しかもこれね、二十歳で対談するんです、はい、あ、そうなんですか。決まってんね。あ、じゃあ17歳で入ってきた子はもう3年間しか、そういうことやね、命がないという。命がない。命がない。そこが、ちょっと花の命は短いわけですよ。なるほど。なるほど。ね、そこでどうなっていくのか、もちろんレッスンとかね、はい、いっぱいやるんですけど、うん、だからこの二十歳で卒業したら、頃には、はい、もうどこに出ても恥ずかしくない大和なでしこになれてるわけですよ。そういう、そういうことです。だから成長させてくれる。だから日本舞踊とか佐藤とか、はい、なるほど、ね、で歌、ダンス、その中には、またお芝居とかもあるでしょうし、ほんまですね、佐藤も入ってる。で、着物、着れるようになるでしょうね、自分でね。なるほど。だって衣装がやっぱ和になってくるでしょうから、ね、そうですよね、着物ですよね、和だったら。っていうようなことを全部レッスンで一流の先生に教えてもらうんですけども、はい、そのレッスン費がなんと無料なんですよ。え？高っ。ただ。え、どういうこと？これ高っ。無料？これオーディションに通ったら、無料です。1円も取らないってことですか？取らない。逆に嘘くさいリアクション。いや、ほんまに。え？僕らだって NSC40 万払ってきて入ってきてますから。40万払ってんね。え、それが無料ですか？無料、交通費も出します。えぇ、ー、だから遠くから通っていただいても大丈夫です。
僕は無理なんですか、視覚的には。ギリギリいける。いけるいけるんですか。ギリギリいける。ウサギはギャルやからいける。30の男性ですけど。ウサギはギャルやからいける。ギャルじゃないって。え、ギャルなの。ギャルじゃないって。ずっと言ってますけど、俺はずっとギャルって言うんですよ。ギャルずっとギャルじゃないって。ギャルや。ギャルじゃない。せめてギャローや。じゃあね。立ち振る舞いがギャルなのよ。いや、ギャルじゃない。立ち振る舞い常に。ギャルやとしても30のギャルでしょ。いや、じゃあもう14のギャル。14のギャルいけるやん。いける。いけるやん。ど真ん中。だから応募だけは絶対してね。応募だけ一回して。一回して。大丈夫です。ギャルやもん。上の人に呼ばれないですか、俺。ちょっと何ふざけてんねんみたいな。力入れてくださいね。もう二次選考行ったら奇跡起こるかもしれない。二次選考行ったらおかしいやろ。面接まで行ったら勝てる。ふざけてるやん。書類通ったらもう通す気や。書類通ったら知れんねん。お前の方通す気や。いいよ。顔が大丈夫。ふざけんのってなるだろ。ギャルやからね。ギャルじゃないですけど、こう言葉尻とかで常にこうなんか変なとこに引っかかったり、みんなが見てるとこじゃないとこを見て、ちょ岡山ですからね、岡山弁が出ちゃってるのかもしれないですけど、そういうところがやっぱギャルなんですよ。そうなんですよね。随所に出てる。今日は出てない。今日出てないです、全く。出てないっていうか、いつも出てないですけど、ギャルじゃないんで。てか、ギャル王ですけどね。ギャル王ですけどね。ギャル王ですけどね。さあさあ、いいですね。着物着付けられるようになったら、結婚とかして子供できたら、七五三とか浴衣とか、楽になりそう。楽しくなるでしょ、自分で着るっていうね。で、ほんまに応募、無料ですもんね。そう。もし、そのね、これ、レギュラーとかあるんですかね。あんま分かんないですけど。いや、これがね、どういうシステムになるのか。商業的に売っていこう。もちろん売っていくし、押していくんやけど、これなんか、こういうことをやったら売れるんじゃないかみたいな感じで、この決めてるわけじゃないのよ、内容を。だから和の美意識を体現する少女たちという成長型、これが決まってるだけやから。はい、なるほど。募集してるけど、採用する、合格する人数も決めてないし。あー、なるほど。来た人を見て、その人たちの適性やったり、いろんなものを見て、その人たちでこういう少女歌劇団にしようって後から分かる、決めろという。あー、この人たちに合ったものに、なるほど、するという。だから一期生が決めるんですよ、流れを。なるほど。一期生形を作るという。で、一期生を見習って次の人が入ってくるやん。うん、はい。ってことは、この少女歌劇団のコンセプトを今から作るのは一期生の皆さんなんだ。絶対そうですね。だから一期生に応募した方がいいと。オープニングスタッフ。わわわ、オープニングスタッフ。時給も高い。時給も高いですよ。時給も高い。決まってんねん。時給制なんですか。研修期間もそれだって給料出るやん、だって。はい、そうですね。オープニングスタッフは。接客しなくても。いの一番に上がりますもんね、時給が。そうでしょ。それはオープニングスタッフなら NSC で言ったらダウンタウンですからね。なるほど。一期生は、うん、だこれが一期生やからといって、はい、ね、NSC が41期生まで続くって俺作った人思ってないと思う。そうだと思います。うん、そのスターが生まれたからここまで続く。はい、そのスター、この歴史を作るのはあなたなんです。アップ来ました。なんですよ、ウドアップで。あなたなんですよ。で、40期までね、続いて、その時にはね、もうその1期生の誰かが、そう、少女歌劇団はこの人の前、この人の後に、そう、分離されるよとか、はい、そういうことなんですよ。ね、少女歌劇団みたいな。1期がいいですね。どうせやったら1期なろうよ。論考とかに何期生？僕ら31期生です。31期生。はい、あ、でも10年目ってこと？10年目ですもん。はい、見えないでしょ。見えへん。これギャル。今のギャル。これか。これか。ギャル。わかった。ギャル。わかった。ギャルやったら見えないっしょ。いや、そうそう。見えないっしょ。僕見えないっしょ。と言ってないっしょ。引っかかったわ。いや、何引っかかるんですか。確かにね。今のがギャルやった。ギャルやったら見えないっしょ。でしょ。見えないっしょ。と言ってないっしょ。言ってるっしょ。言ってないっしょ。でっしょって言ってるっしょ。そこ見つられましたけど、じゃあ。そうなんよ。わかりやすく1期生って言ってるだけで、1期生って言ったらなんかあれやから、1期生って言ったんですけど、1期生じゃないんって言われたから、わざわざ言ってるだけですよ。訂正してくれない1ですから、今後言葉にするときは2期生って言いますし、次は2期生はもう1期生、2期生ってなるから、2期生誰にも敬語使わなくていいですもんね。一期生やから、ね、一期生やったら、うん、これでかい。そう、でかいんですよ、これは本当に。ギャルですよ。ギャルじゃない。で、敬語使うか使わないかを気にする。ギャルなんですよ。これがギャルなんですよ。芸人の世界が、そうなんですよ。芸人のことやばい。芸人のギャル犯されてる。動画がもうギャル犯されていってる。ギャルさん、ギャルさんになるよ。ギャルさん、ロングコートギャルさん、ギャルさんになってもらいますから。二人のギャルさんってね。二人少ねえ。ギャルさんになってくるロングコートダディは。どうでしょう、今年の1年ロングコートダディは。もう年の瀬。いやー、今年ですか。うん、でもなんか
あっという間でしたね、やっぱりもう30、うん、僕30になりました、そういえば。あら、はい、30歳今年30になりました。お前は？僕が29です、今年。あ、まだ28。1個下、はい、2つ靴下ぐらい。一応年、年齢的には1個下。1個下、はい、1同期で、はい、あ、何友達なんじゃ、はい、友達じゃなかったよ、もう養成所知り合い。もう養成所友達ですね、ほんまに。養成所でゲームを、うん、一緒のゲームしてて、うん、で、モンスターハンターを、あー、モンハンしてて、ね、はい、動画に集まってやってたんですよ。その時組んでなかった？組んでないです、別々のコンビで組んでなくて、はい、卒業したら俺と組もうぜって言ってました。それギャルやギャルやこっちです、こっちです。あ、ギャルやギャルさんやギャルさんやギャルさんやじゃないっしょ、これは。やっぱギャルさんやったよ、ロンゴルダギャルさんやん、こんなん言い出したらギャルさんになってまくてほんまに卒業したら、卒業する前に卒業したら俺と組もうぜ、まだ別々のコンビ組んでるのに、はい、もう不倫やん、不倫不倫ですよ。僕はもう帰ろうと思ったんで、岡山。あ、そうなの？卒業したら？卒業とかもうやめようと思ってて、芸人を。あ、そうなんや。まあ、大会で、うん、あ、ちょっともう俺が思ってたら厳しい世界だと思って、うん、ちょっと帰ろうかなと思って、うん、まあでも帰るのもまあちょっとね、手間いるんで、うん、その間遊んでたりしたら、俺と組もうや。俺と組もうや。いいや、うん、はい。そっからずっとでしょ？もうそっから。いや、一回やめてます。一回僕はやめてます。ルンコとダディを。というか、芸人を僕はやめてます。あ、そうなの？はい。何年目ぐらい？4年目ぐらいですか、ね、その期間、堂前何してた？僕は一人でやってました一人でやってた、はい、本名が堂前徹って言うんですけど、うん、ピン名のタオルが、あ、堂前タオルっていうピン名でやってました。ピン名のタオルがって言ってもらったギャルミスギャルミスしてるやん、ちゃうしピン名ギャルミスちゃうしピン名のタオルピン名のタオルピン名のタオルタオル言い出すぎて言い出すぎて堂前タオルっていう名前でね、ドーマイタオルっていう名前やったんですけど僕しか知らないんで、トールっていう名前を、名前をな、誰もわかんないですよ、そのもじってるみたいな本名を。それどこに帰ったほんで、どこに、あ、僕はもうずっともう大阪にいて、ああ、辞めただけか、辞めてどうしようかと思って、大阪で就活するか、うん、まあ、岡山帰って就活するか、うんうん、考えてる時に、まあ、4ヶ月ぐらい経って、うん、で、ちょっとなんかバイトね、うん、まあ、朝6時に終わったんですけど、深夜のバイトで、うん、雪降ってたんですよ。おで、その時に、ね、なんか、はい、あー、なんか雪降ってってんなーってなって、うん、もうちょっとやってみようかなっていう芸人をちょっと走りましたけどね、ちょっとだけ走りましたけど、走らんでちょっとだけ走りましたけど、こんなに聞かすなら走らんで、あんなゆっくりな喋り足やったらちょっと走りましたけど雪きっかけ、雪きっかけで、その美しいな、美しい、雪見て雪降ってんなギャルなんで、ギャルじゃないですよ、ギャルの感想。だから4ヶ月ギャルやってたってこと？4ヶ月ギャルやってたんですよ。そこでギャル通り入れてきたわけじゃないですから。強めのギャルやってたんですよ。強めのギャルやってたんですよ。普通にフラフラやってた。金髪で。金髪の、ちょっと黒や。強めやってたんですよ。そうやったよね。まあ、たまたまね、そのなんか自転車をその撤去されてて、うん、あのバイト先から歩いてからなんかなんだったんですよ、うん。その時間暇やな、雪降ってんなとか、いろいろ重なって、うん、ちょっとお前電話してみようかぐらいの感じで。電話してもう一回やらへんかと。はい、ドラマティックなギャルさと言われてますよ。すね、ドラマティックギャルさ、鈴木さんが言ってる。ドラマティックなギャルさ。ドラマティックギャルさ。お前どういうことですか？ドラマティックギャルさ。いいえ、だからあんねんてやっぱり。パッと見明るくやってるけど、実は裏には、はい、ギャルさの中にも。ギャルさないですよ、僕ら。ウサギがピンで活動するだけのドラマティックギャルさでいたい。いや、ギャルさ代表。スターどっから？ギャルさ代表。一人でウサギ。ギャルさ代表。ウサギ。ウサギっていう名前もギャルって言うもんな。副代表。副代表。嫌やな。副代表タオル。副代表タオル。ウサギのタオル。ウサギのタオル。どうでした2018年は。いや、だから、うん、今年はね、やっぱ10年目なんで、うん、いろんな賞レースがやっぱラストイヤー。あ、そう、あ、そうか。はい。うん、はい、思うようにはいかなかったですね。あら、ABC もそうか。なんか、後から気づきましたね、今年ラストなんだっていうの、終わっていくたびに気づきました、うん、あ、これでラストなんだと、終わった後にラストだったんやみたいな。おだから、もっと1年前からね、ちゃんと準備しとけばよかったな、うん、ほんまに。いや、でもそれこんな感じでした。おい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 そんな、ちょっとなんかほんまに終わる、賞レース終わるたびに1個バーっていって、ニュアンス、ニュアンス終わったんや、ギャルのニュアンス。これは僕も初めて見た。なんだ、もっと重ねてなもんで、ね、大きな木にカニが飛んでたからカニが飛んでたから、箱が見てこう、これぐらいやったらこれはカニやねカニ飛んでたから、ちょっとだからね、もう少し10年目をみんな意識した方がいい。あ、10年目で終わる賞レースがいっぱいあるから、うん、確かにね、それを意識してやるべきですね。11歳で入ったら、はい、ちょうど10年で、はい、うん、あ、ほんまですね、20歳で退団やからね。20歳退団、うん、まあ、賞レースとかないですよね、少女歌劇団。賞レースはないです、賞レースは、まあ、できるかもしれないパイオニアですから。え、一応これあれですよ、ミュージカルのもうやるの、あ、もうやるやるし、ただの歌劇もね、
はい、あのミュージカルパートとその後その歌パートってのもあるのよ、はい、おーなるほど、ほほほで有名なんかラインダンスで階段大階段みたいなのがあったりする、はい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 、あれはその後の歌パートやったりするから、はい、どっちもだから過激ですから、あなるほど、じゃ歌うまい人ももちろんもちろんいいですし、もちろん魅力があるし、例えば歌が今のところ下手やったとしても、はい、成長型ライブエンターテインメントなので上手くなっていく成長も見れる、うん、そうですね、特にその11歳から17歳なんで、うん、今から成長するとこですもんね、そう伸びしろだらけやから、うん、まだ上手そうですね、歌上手くてないまま だ, 馬まだ馬俺なんか競馬に立てると思ったもん、馬歌いって言ったのね、馬歌いって言っちゃう、馬歌いまだ馬歌いのパラソン歌うまいってなんかまだそんなにないでしょ、10歳か17歳までだから自信がなくても来た方がいいってことですよね、はい、そう今から上手くなりますから、ね、そうだから見た目のね、はい、自信がないなとかも、うん、その内面の美しさを、はい、それを磨けるところです、ね、そう磨ける場所やからね、はい、これでぜひと思います、うん、入りたい入りたい、ウサギは入れます、入りたい、入れないです、応募しよう、入れます、さあそしてはい、こちら二次選考が1月の中旬からなのでそのあたりに合否のメールなり封筒なり、うん、まあ、その辺はあの公式ホームページをぜひチェックしていただきまして、はい、経験も大丈夫、オーディションは交通費のみご負担いただいて、はい、合格した後はレッスン料無料、すごい、すごい、素晴らしい、大阪住みじゃなくても東京の方にもレッスン場なんかは設ける予定でございますので、なるほど、そちらの方でレッスンを受けていただいて、はい、ぜひお願いします、学業優先で無理はさせませんので、うん、親御さんも安心ということで、至れり尽くせりですよ、はい、うん、だからこのね、期間11歳17歳に入ってる方はぜひ、うん、12月31日まで、はい、1月1日になる寸前まで応募、あの募集してますんでね、はい、応募してください、お願いします、分かってくれましたか、少女歌劇団のこと、はい、もうすごい分かりました、ちょっと興味持ちましたね、じゃあちょっと告知にもまた協力してくださいね、はい、はい、お願いします、していただきましょう、はい、そうさあ明日は朝11時からやります、はい、おお、31回目の放送、力入れて31回目、はい、今30回目力入れてる、入れてるよ俺らも、めちゃくちゃ入れてる、5日間くらいだからね、ずっとやってるんですか、やってるよ、そうちょっと話した方がよくないですか、こんな連続連続、いやもうこれはもうどのタイミングで見れる人でも分からへんから、なるほど、もうやってます、31日あと3日間ですかね、明日29、30、31、うん、で、あと14回するんで、すごい、はい、楽しみ、どんだけ力入れてんだ、さあ明日はネイビーズアフロ、アインシュタイン、ドーナツピーナッツ、ダブル東、田舎の車が順次出てくれますので、はい、また配信の方ご覧ください、告知にもぜひご協力ください、いきます、というわけでロングコートダディとお送りしました、ありがとうございました、ありがとうございました、また明日。